皆さんこんにちは、フェニックス杉野です。杉野です。はい、ということでお待たせいたしました、10月スターファイヤー講習会、解説に行きたいと思います。それでは今日の実況お願いします。はい、今日解説する曲はですね、 GR ミルドサウンドボリューム6の2曲目に収録されています。エナジー B は、アーティストはナンド B さん。オッケー。この曲はですね、先日リリースされました UGR ヨーロッパのボリューム6、全10曲のパッケージで、はい、そのうちの1曲、早速行きたいなと思います。行きましょうか。はい、はい、それでは早速イントロの解説、イントロ元気を見ていただきます。元気ですか？元気です。はい、じゃあせーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、まず顔の横で何ですか？切る、ちょこちょこちょこ切った後に開いて、開いて、開いて、こうすくす、はい、で、また切って、切って斜めに落として、ぐるっと回して、また右に戻って、で、また切って、切って、開いて、開いて、クロスで、切って、切って、斜め下、ゆっくり。これあれですね、1回目は、まあ、切って、開いて、待ってましょうとしてますけど、2回目と4回目は、微妙に異なっちゃう。2回目の時は、1回ずつ切って、回して、また、イントロの最初に戻る。4回目が切って切って3回切るんですね。3回切った時に次のエアロに入りやすいようにちょっとこっちの右の方の体重に粘着と動きやすいです。これは飛びますかね。はい、イントロはそんな作りになっております。はい、はい、それでは A メロの解説に参りたいと思います。はい、じゃあ早速いきますよ。元気よくいきますよ。元気ですか？元気ですね。はい、いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、11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 4、105、106、107、108、109、110、111、112、113、
ってるから、動きやすくて、動かないんですよね、動かないです。そのまま動画です。時短だけです。地球に衝撃を与える感じです。どうですか、はい、はい。下に、ね、お家下の階がいない方は、地球に衝撃を与える。簡単ですね。簡単です。はい。それでは B メロの解説に、まあ、B メロ解説ちょっとね、B メロのやや不規則なといいますか、いつも通りの作りではないところがありますので、そこをしっかりと解説していきたいなと思います。それではまとめていきたいと思います。元気よくいただきます。元気です。元気です。はい、いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8 2、2、3、4、5、6、7、8 3、2、3、4、5、6、7、8 3、2、3、4、5、6、7、8 4、2、3、4、5、6、7、8。なるほど。基本は全部返して返して返してどんどん押し押しで、2回目回して回して、肩肩出して戻す、バディバディで、バディバディを揺さぶるバディ、なるほど。で、ドンドン押しで、返して返して回して下から上に、はい、これあれですね、何度でもいいさん、はい、前回の振り作った時に、ね、ね、このドンドン腰は、はい、入れて、ここから前、これはあの前回の講習会の、ね、その時の動画の解説を見てもらうと、なんでこれなんだろう、ドニーさんなんでこれなんだろうっていうのは頑張って喋りました。ちゃんと思い出すよね、返して返してが肩肩前に出してダブバニーで、ちょっとこういうちょっとエッチですよね、その触り方がね、はい、でここでね、あんまり言わないんです
期待すぎると、このポットの腰行きにくくなるので、次に意識したい。はい、こんなのもいいですよね。はい、はい、というわけで、DMでございました。それでは、メリコ騎士のサビに行きたいと思います。はい、はい、では早速ですね、単語でございます。はい、元気でございます。元気ですか？元気です。オッケー。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、4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 、2、3、4、5、6、7、8、
パーツパーツの。まあ、で、まあ、最初に入りが大きく、うん、大きくこう、バイバイってやって、引いて、で、前から掴む。うん、で、あんまりあの、大股じゃないのですね、コンパクト。なるほど。大股のダメなやつやってみてください。ちょっと過剰なやつ。あ、それはすごいですね。とてつもない。とてつもない。たまにね、間に合わないんですか。こうとかやっちゃったら、ダメ。社会的に踊りすぎちゃって、前はちょっと作った時と違うじゃん、楽しそうに踊ってるだけかなと思うんですけど、今みたいな大げさにやると、隣の人に迷惑なんで、気をつけて。ね。はい。が、サビの最初で、で、ファイヤー、ファイヤー、ヤーはい、2回やると。で、次はエナジーっていうのが、なんか、あれですね。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、4、これがワンセット。これはですね、A、な、鼻に持ってきて、G で鼻字ポーズですね。ここに手が入りつつ、鼻字がビューッと出る。ビューで、ここの中の体を動かすために立て取って、で、これをクッて戻ったんですよ。戻らなかったんですよね。急ぎ。だから、A、鼻、C、あ、落ちる。さあ。ね、花、そうですね。で、もう何事もなかったかのように。で、もうこれもね、全部ファイヤー、ファイヤーって2回維持しておりますので、あの覚えやすいかな。だからしっかりね、あの話のところをメリハリ合わせて、パンパンっていう感じのことが表現できればいいかなと思います。つまりだからあれですね。はい、サビはデカすぎず、デカすぎず、でメリハリ、鼻血の、部分はコミカル、コミカル、うん、コミカルってやってる、まあ体重とかやります、上とかできたらいいかなと思います。はい、こんな感じでサビでございました。はい。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。改めて曲紹介を。お願いします。はい、曲はですね、GR ヨーロ様のボリューム6に収録されております、2曲目ですね、エナジー・ビーのアーティストがナンド・ビーさんでございます。はい、はい、どうでしたかね。いつも小難しく作る時もあるんですけれども、はい、今回はメリハリとかというところを重視して、作ったかなというふうに思います。クラシカルなところを大事にしつつ、ね、ユーロクラシカルをすごく大事にしています。なので、アナジーっていうのもありますけど、そうですね。あのトントンのなんかもありますけどね。トントンらしい。うん、トントンらしい、うん、あの。そんな感じで、あのいろんな時代をね、長くいさせてもらっただけに、あのそういうのをね、しっかり取り入れて、これからも楽しい振り、かっこいい振り、かわいい振り、つけていきたいと思います。はい、はい、この動画を見て、いややっぱり動画を見ると、僕の調査員がよく分かっていいなとか、うん、あ、もっと詳しいことを知りたいなとか思う人はですね、ぜひ YouTube この動画のコメント欄に書いていただくとか、あのスターファイアのメンバーにコメントいただけるとかしてもらうと、より良いものが作れていくかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、またですね、この動画のこの辺にこういうボタンがあると思って、それをポチッと押してもらうと、
そのこっちの方に行くと、サブスクライブ、登録っていうボタンがあるんですよ。こっち、押してもらったら嬉しいでございます。はい。はい、ということで、じゃあ最後、いつもの締めをお願いします。はい。それでは、また皆さん、現場で。